キャンセルは支払いスケータスが2受両の場合のみ可能です取引履歴をクリックします取引の中からキャンセルしたい項目の詳細をクリックしますキャンセルをクリックしますはいをクリックします キャンセルが完了しました。